はい、今回は、主に警察官だとか、法の執行機関向けのものになります。この先輩方の汗と涙が染みついた警棒を使って、技の紹介をしたいと思います。警察官の方は非常に思うと思うんですけども、非常に動きのレパートリー少ないんですよね。ですので警察官の逮捕術の項目にない動きを紹介したいと思います。またこの大きいお兄さんに手伝ってもらいます。ということでタックルされた場合、構えて、これで打とうとしたら体開いちゃうんで、そのまま押し込まれます。押し込まれてやられてしまうので、これやらずに腰を落とす、首に当てます。当てて、そのまま脇固めの表情で沈みます。首に硬いものが当たる、非常に痛いです。そしたらここから逮捕ですね。ここで返してもいいですし、そのまま制圧しておきます。ポイントは、来たら沈みます。沈んで硬いこの掴む部分を首に当てて、体重を乗せて押し込みます。離れれば離れて応援をしたとか拳銃を振ってください。抱きつかれてですね、抱きつかれて、このまま打てませんね。打てませんので、これも空きスペースを作って特殊にですね、当てて決めます。この時のポイントは、スペースを作ったら自分の肩と警棒で相手の顔を挟みます。これね、挟んで決めます。これで離れるか、そのまま手足拳銃を使う応援を。
という流れになります。お待ちいただきます。この時のポイントなんですけども、逃げたらこっちで制御する。これで離しちゃうとこっちで起きてしまうんで、ここで制御した上で攻撃で敵を落として。
はい。スカを使う訓練ってほとんどないと思いますので、スカを使うっていうのも有効です。じゃあ次はもう、殺意満々の逆手でめった出しにしてくる感じですね。これも筆と同じで、受けっぱなしだと歯が近いんで、来てしまう。ですので、鳴らして、制御して、でこれは、この場合だと、歯が下を向いてるんで、下から武器を取って、同じですね、ポイントは。入れたら、制御して、こういう取って、いや、この内側に入っても大丈夫です。同じです。攻撃と防御、同時に応用。これ、筆の応用ですね。そのまま回して、受け取ってね。受け取って、制圧。硬いところが、硬いところ同士で当たると非常に痛いので、これでも。警察の訓練ですと、ここまで確立されていないので、独自の練習が必要になるかと思います。現在はですね、受傷事故、死亡事案なんかも非常に増えておりますので、各人で稽古をすることが重要になってきます。ですから、私の技術を持って、少しでも生存率を上げて、治安の維持に貢献していただければと思います。私も、それで治安の維持に貢献しようと思っています。今回は、紹介は終わりになります。ありがとうございました。